Tommy Sports. サッカーファンの皆さん、大変長らくお待たせいたしました。こんばんは、ジョン・カビラです。さあ、いよいよ今世紀最後、そして過去最高の参加国数を誇るインターナショナルカップが開幕いたします。ドイツ、まずはドイツスターティングメンバーを紹介します。ビアホフ、クリンスメン、ヘセラー、ハエンリッヒ、タリナト、エレメージ、ハーメン、ベレンス、コーラー、マテイス、ケピケ。続いてアメリカスターティングメンバーを紹介します。ケラー、デューリー、レズス、ホープ、ジューンズ、バーンズ、メゾネーブ、ディーレング、スチュアート、レーナ、マクブライド。以上が本日の両チームのスターティングイレブンです。両チームピッチに散りました。さあキックオフです。短くつないで、ヘッドで落としてパスを回す。レーン、倒されません。スチュアート、ホープ、破る1点が入りました。さあもう一度見てみましょう。
기존에 아, 노텐이와 있으니까 前半戦 終了です 後半戦 킥오프 레엔 베렌스 細かく 繋いで ハエンリッヒ ニアポスト シュート ゴール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  スーパーゴール 決まった イヤホフ ドイツ 1点 リード さあもう一度 見てみましょう ドイツリードしています。さあもう一度見てみましょう。 全世界 50億人 サッカーファンの皆さん、大変長らくお待たせいたしました。今日もまた手に汗握るサッカーの魅力のすべてを私ジョン・カビラの実況でお届けいたします。ご一緒に燃えましょう。インターナショナルカップ予選リーグをお送りいたします。グループF第2節。
出てきました。ドイツ、まずはドイツスターティングメンバーを紹介します。ビアホ、クリンスメン、ヘセラー、ハエンリッヒ、タリナト、エレメーズ、ハーメン、ベレンス、コーラー、マテイス、ケピテ。続いてユーゴスラビア、スターティングメンバーを紹介します。クラーリア、ミハイルビッチ、ジュロビッチ、ペタロビッチ、コムリノビッチ、ヨカナビッチ、ユーゴビッチ、ミロスビッチ、スタンクビッチ、ストイクビッチ、ミヤトビッチ。以上が本日の両チームのスターティングイレブンです。さあ、キックオフです。さあ、どう攻めるのか。出た、ビアホフ、ドリブル突破だ。ディフェンダーを置き去り、長いクロスを上げた。短くつないで、ハエンリッヒ、ヘセラー、ビアホ、スルー、果敢にスライディング、パスを回す。繋いで、出た。さあ、どう攻めるのか。前方へフィード、短く繋いで、ミハイルビッチ。おっと、これはかなり危険なプレー。出るか、出た、イエローです。ヘセラ、壁を越えて狙えるか。先制点。クリンスメン、ビアホ、ヘセラ、誰かに合わせますか。ハエンリッヒ、ニアポスト。さあ、コーナーキックです。ディフェンダーのマークがきつくなります。レッドとの競り合い、おっと、前半終了の笛です。スコアをお知らせします。さあ、後半開始のホイッスル。フォローが欲しいぞ。おっと、倒された。ミハイルビッチ、来ましたね、見せ場です。太もも炸裂せよ。シワをも焦がすドリブル、これはファールでしょう。
ックです。ジロビッチ、細かくつないでビアホ、シュート、テセラ、グリーンスロー、さあどう攻めるのか、シュート、短くつないで、キラーパスになるのか、キーパー飛び出してきた、強いぞこの選手、アリクロス、ナイスヘディング、シュート、キーパー弾いた、ゴールキックです。45分経過、インジュリータイム突入、ハックリンスラ、シュート、ゴールキックです。ここで本番はジョン・カビラです。雨がスタジアム全体を包んでいます。サポートするチームによってこれが歓喜の涙になるのか、それとも絶望の涙になるのか、インターナショナルカップ予選リーグをお送りいたします。グループ F 第3節、ドイツ、まずはドイツスターティングメンバーを紹介します。ビアホ、クリンスメン、テセラー、ハエンリッヒ、パリナト、エレメーズ、ハーメン、ベレンス、コーラー、マテイス、ケピケ、続いてイラン、スターティングメンバーを紹介します。アビドザデ、ハキプール、パシャゾデ、ザインチエ、モハマドクン、ミノバンデ、マハダベキエ、エステリ、バグリ、アズジ、ダヘイ、以上が本日の両チームのスターティングイレブンです。両チームピッチに散りました。さあキックオフです。細かくつないでアエンリッヒ、
強引です。さあどう攻めるのか。リブルカッパで切り込む、ニアパスとシュート、ファビドザーでコーナーキックを得ました。ディフェンダーのマークがきつくなります。
ません。スルインターナショナルカップ1回戦をお送りいたします。白のユニフォームがピッチに出てきました。ドイツ Starting Member を紹介します。ビアホ、クリンスメン、ヘセラー、ハエンリッヒ、タリナト、エレメーズ、ハーマン、ベレンス、コーラー、マテイス、ケピケ。続いてメキシコ、Starting Member を紹介します。カンプス、スヤレス、ダビーノ、ホエルサンチョス、アシペ、ビジェ、ラミラス、バレド、バランシア、ブロンコ、エルノンデス。以上が本日の両チームのスターティングイレブンです。試合開始の笛です。
かくつないでクリンスネン、ディアシュート、ヘセラー、グリーンスメン、短くつないで攻め上がれないのか、ヘセラー、ドリブル突破、さあチャンスだ、エレメージ、スイヤです。おっと、前半終了の笛です。試合の途中経過をお伝えしましょう。さあ後半戦キックオフです。クリンスメン、ハエンリッヒ、ヘセラー、イヤホフ、これはコーナーキック、さあチャンス到来、エレメン、誰かに合わせますか、ニアポスト、セラクリンスメン、ゴール、ファイル、ワラ、ファイルゴール、追加点。
Cabine. Touch line を割ります. Throw in. ドイツ見事です。インターナショナルカップ本戦にて1勝を挙げました。実況はジョン・カビラがお伝えしました。こんにちは、ジョン・カビラです。インターナショナルカップ2回戦をお送りいたします。クリンスメン、ヘセラー、ハエンリッヒ、タリナト、エレメーズ、ハーメン、ベレンス、ポーラー、マテイス、ケピケ。続いてアルゼンチン、スターティングメンバーを紹介します。ロア、アゼロ、チェモ、センシーン、アルメーダ、シメヨネ、サナッティ、ベーロン、オウテガ、クラウジオロピス、バテストウカ。以上が本日の両チームのスターティングイレブンです。さあ試合開始です。これはファウルでしょう。シメヨネプレイヤーゴール前に使います。ストーク。スルーヘッドでつないで、
おっと、前半終了の笛です。スコアをお知らせします。で、いよいよ後半戦が始まります。さあ、どう攻めるのか。合わせたぞ。ゴール前、上げた。ナイスカバリング。ディフェンダーに当たった。バテストウ、短くつないでディアフ、グリーンスロー、シュート、がっちりつかんだ。細かくつないでディフェンダー置き去り。さあ、どう攻めるのか。ディアフ、グリーンスロー、ベレンス、ヘッドスルー、ディアフ。先制点。ベエル、細かくつないで一旦戻す。ハーン、ハエンリヒ、グリーンスロー。15分経過、インジュリータイム突入。長いホイッスル、ようやく試合終了です。ドイツ、ゴールに恵まれ、次は準決勝を迎えます。そろそろお別れの時間がやってサッカーファンの皆さん、お待たせしました。今宵もまたサッカーが好きで好きでたまらない、我慢できない、私ジョン・カビラが皆さんに試合の模様をお届けいたします。インターナショナルカップ準決勝戦をお送りいたします。アムリ、ジョルカイフ、ジダーン、デシャム、プチー、キュラム、リザルズ、ブラム、デサリー、バウテズ。続いてドイツスターティングメンバーを紹介します。ケピテ、マテイス、コーラー、ベレンス、ハーメン、エレメーズ、タリナト、ハエンリッヒ、ヘセラー、クリンスメン、ビアホフ。
以上が本日の両チームのスターティングイレブンです。
快速を飛ばすぞ。雨こんばんは、ジョン・カビラです。雨がスタジアム全体を包んでいます。サポートするチームによってこれが歓喜の涙になるのか、それとも絶望の涙になるのか、ついに世界一の称号をかけた戦いが始まります。スターティングメンバーを紹介します。ロナウド、ベベート、レオナウド、リバルド、サンパイオ、ドンガ、カヒュー、ロベルタ・カウロス、バイアーノ、アウダエール、タファエル。続いてドイツ、スターティングメンバーを紹介します。ケピテ、マテイス、コーラー、ベレンス、ハーマン、エレメーズ、タリナト、ハエンリッヒ、ヘセラー、クリンスメン、ビアホ。大会屈指の好カード、いよいよ幕が切って落とされます。両チームピッチに散りました。さあキックオフです。短くつないでロナウド、シュート！これはゴールキック。奪った。さあ速攻か。出た。キラーパスになるのか。シュート！シュート！合わせたぞ。ハエンリッヒ、サンパイオ、
った。クリンスメン、カヒュー、ビアホ、アウダエール、前方へフィード、アエンリッヒ、アイアン、レオナウド、カリナト、ここで前半終了。後半戦キックオフ。さあどう攻めるのか。合わせたぞ。グリーンスミス。シュート。ベルタカウルス、クリンスメン、ミスパッチライト、ビアホフ、ここはスローイン、ここからどう攻めるのか。おっと倒された。
S.M. プレイヤーボールマネの使います。一旦プレス。インジュリータイムをどのぐらい取るでしょうか。